石崎聡のサッカーに生きるフットサル思考。こんにちは、石崎聡です。今回は超ローリスクアウトタッチドリブルについてお伝えしていきたいと思います。アウトタッチドリブルというのはアウトで相手をかわしに行くドリブルなんですけど、このアウトでかわしていくドリブルっていうのはいろんなパターンがあるし、いろんなタイミングがあって、いろんな種類があります。その中で今回お伝えするのはドリブルのコースでお伝えしたいと思います。複雑なスキルを使うのではなく、ボールを通すコースと自分のランニングコースだけでかわしていく形になります。どういうことかというと、ボールを先に出してそれに対して自分が追いかけていくというような形です。なぜこのアウトタッチドリブルがローリスクなのかというと、ボールを相手の後ろに先に通すことで、この状態でボールを奪われたとしても相手は後ろ向きで、自分のゴールに対しては自分の方が近い形になるので、もし奪われてターンをされたり、もしくはボールを先に出した時に相手に当たってしまったりしても、ボールは外に出たり収まったとしても自分がもう一度ディフェンスができるからです。ただローリスクだから相手をかわせないかというと、そういうことではなくて、自分のランニングコースを少し変えるだけで相手をかわしていくことができるようになります。このアウトタッチドリブルの最大のポイントとしては、相手の腰の高さにボールを通すということです。これが近ければ近いほどいいです。なぜ腰のところに通すのがいいかというと、ディフェンスは自分の遠いところにボールが通っていけばそのまま体を回転して対応していこうとするんですけど、ボールが自分の近くを通ることでどうにか反応しようとしてくれます。なので反応しようとするけどボールには触れない、届かないというようなところにボールを通すことで、一瞬相手がターンをする時間というのを遅らせることができます。その隙に自分がランニングコースを少し膨らむような形で走っていくことで、相手が慌てて体をぶつけてこようとしてもさらに膨らんでいくことで相手と入れ違っていくことができるようになります。フットサルのディフェンスというのは結構前重心だったり、真ん中に重心があってそこから前に出てくる、この状態から前に対しての圧力をかけてくるディフェンスが多いんですけど、サッカーの場合は後ろに下がりながら後ろ重心で対応してくるディフェンスというのが結構あると思います。面を作ってもらうために縦にドリブルをしていくと、相手は外に追い込もうとして半身の形の体の向きになってしまうので、このアウトタッチドリブルは難しくなってしまうんですけど、相手の重心が後ろにある場合というのは一旦中にボールを運ぶことで、まあ、今のように相手の体の向きは変わって自分に面を向けてくれるような形になります。そのタイミングで相手の左の腰の高さにボールを通して自分は少し膨らんでかわしていく。スピードに乗った時というのは相手が下がって対応してくることがあります。なのでこういった時は一旦中に入って、相手が体の向きを変えた時にボールを通してかわしていくというような形です。ポイントとしては2つ、相手の腰の高さにボールを通す、2つ目のポイントは自分のランニングコースなんですけど、この2つ目のポイントがなぜ膨らむのかっていうと、多くのディフェンスが自分の近くにボールが通った場合というのはすぐに体を入れて自分のボールにすることができるんですけど、スピードに乗った状態で例えば大きめに出すとボールというよりは人間に対して体をぶつけてくるということが多くあります。なのでその時に体をもしぶつけられてしまうと、このまま体を入れられたまま相手のボールになってしまうことが多いんですけど、そういった場合を予測して体をぶつけてきたところに対してぶつけさせずに膨らんでボールを追っていく。こうすることで相手は横に対しての移動を、自分はボールに対して推進力を持ってランニングすることができるので、うまく入れ違うことができます。うまくいかないパターンとしては、相手が後ろ重心で半身の状態なのにボールを先に出してしまうと
もちろん相手の方が早くボールに対して反応ができてしまうし、相手がもし縦を切ってくるような形で面を向けてるようなディフェンスだったとしても、相手の近くではなく遠くにボールを通してしまうと、相手はボールに対してではなくボールの到着地点に対して先にコース取りができてしまうので、自分より先にボールを奪われてしまう形が多くなってしまいます。なのでできる限り相手が自分に対して面を向けている状態で、相手の腰の高さなるべくギリギリにボールを通してランニングコースを、相手に体をぶつけられないコース取りをしてかわしていくというところを意識してやってみてください。このアウトタッチでボールを先に相手の後ろに通していくことで、ボールを奪われた時のリスクというのが非常に低くなります。そして先にボールを通すことで一見ディフェンスに有利な状況になるんですけど、その有利な状況を逆手にとって相手が体をぶつけてきたところをぶつけられずに入れ違っていくというようなイメージで、ぜひアウトタッチドリブルチャレンジしてみてください。この動画とは別にエラシコなどの大人気のスキル動画をプレゼントしています。詳しくは概要欄からご覧ください。今後もこのような形で動画を配信していくので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとこの動画を閉じる前にいいねボタンを押してもらえると僕のテンションが上がるので、そちらもぜひよろしくお願いします。それではまた。